イリナ・ビネルは、ロシアとウズベキスタンの新体操の功労トレーナー、ロシア連邦身体文化功労者、教育科学博士、教授。全ロシア連邦新体操総裁、国際体操連盟専門委員会副総裁。2001年に、ロシアの名誉勲章塾。2005年に勲四闘祖国、功労章塾。2006年に反ロシア社会賞ナ夏ヨナリのエベリチエ受賞。 2008年12月30日、訓三島祖国厚労省塾訓。父アレクサンドル・エフィモビッチ・ビネルは、ウズベキスタン人民芸能家、芸術アカデミー職員。母ゾヤ・ジノビエフ・ナビネルは医師。11歳より新体操をはじめ、リリア・ペトロバとエレオノルス・スマロコバの指導を受ける。ウズベキスタン体操大会でサンドチャンピオンとなった。1965年に、イリナビネルは、 タシケントの高等学校を銀メダルで110位で卒業、ウズベク身体文化大学でより高度なスポーツ教育を受け1969年に卒業。タシケントの共和国特別青少年、スポーツオリンピック予備大学校で働く。1972年から1992年までは、タシケントの新体操のナショナルチームのトレーナーを呼び、 ウズベキスタンの体操のナショナルチームとして働く。1992年から彼女はモスクワに住んで、で、働くようになり、2001年からはロシアの新体操選手団のヘッドコーチとなった。2008年からは全ロシア連邦新体操総裁となった。彼女の教え子の中には1996年、アトランタオリンピック銀メダリストのヤナ・バティルシナ、 シドニーオリンピック優勝者、ユリア・バルスコア、アテネオリンピック優勝者、アリーナ・ナカバエワ、北京オリンピックとロンドンオリンピックの優勝者、エフゲニア・カナエワなどがいる。夫であるビジネスマンアリシェル・ウスマノフは、メタロインベストのオーナー。息子アントン・ビネルはネットワーク団体のオーナー。ありがとうございます。